妻としての誇りを胸に、いざ参ります。魔食の部隊を救出後、外邸から撤退します。各軍承知しました。上将、必ずや魔食殿を救出してまいります。塞がれていない道には何か罠があるはず。十分注意して進軍してください。気負ったな。私らの命脈もここで終わりよ。今です。岩尾よ、不平はもういませんね。急いで魔食殿のところへ参りましょう。編纂の成果です。現れた。全力で参ります。この兵器を前にしてなお進めるかな。ちょうどいい。我が知略試させてもらおうか。敵の土砲は全て壊しました。先を急ぎましょう。将来を作るつもりですね。ならば、あの将は私が打ちましょう。門を閉じよう。奴らを閉じ込めるのだ。チームが分断された時はもうダメかと。ありがとうございます。今です。岩尾よ、ここにも罠がありましたか。脱出しなくてはなりませんね。なんと、皆、私を救うために。ならば、生き恥をさらしてでも生き延びねば。魔食殿は孔明様が期待した妻子。ただ一度の過ちで失いたくはありませんね。時間を取られてしまいました。気を急がなくては。編纂の成果です。さあ来やがれ。お前の敵を決めるだ。お酒で窮地に陥った仲間を助けに。全力で参ります。美しいですが、愚かではありません。
私を。さあ、馬石殿、一緒に本陣へ戻ろう。上将があなたを待っておられる。伝令、魏軍本隊が到来しました。ついているのは芝居のようです。学弟子がこのような無様を晒すとはな。諸葛亮の程度も知れるということだ。敵の本隊と戦うだけの余力はない。気を避け、本陣へと戻りましょう。なんとも勇ましき戦ぶり。よし、来たか。石を落とし、食の進軍を阻め。天空の戦果を披露しましょう。伝令、味方増援が到着。脱出を助けるため本陣を防備するとのこと。この本陣は趙紫龍が死守する。皆撤退を急げ。お、剣石は止まりましたか。ありがたい。これで私も先へ進めます。少しで本陣だ。馬謖殿、頑張りましょう。ああ、分かった。私も気力を振り絞ろう。よっ、加工中堅点だ。よろしくな。私に勝てるつもりか。なんと傲慢な。東条君だ。忘れてくれた、構わないぜ。We'll be right back.
上書。この敗戦、北伐にとって大きな痛手、そしてその日は全て私にあります。あなたを任じたのはこの私ならばこそ、私もなりません。心象筆伐心得ております。上書、どうか公正なる裁きを賜りますよう。孔明様、この戦、長江を退けました。奴が馬謖に気を取られたからできたことです。なら、それは馬謖の手柄ってことですよね。ほら、あれだ、新将筆伐の将の方。それは詭弁だ。しかし陣には反しない、そうではありませんか、上書。